皆さんこんにちは。こんにちは。ひでぼうです。やっちんです。はい、ということでですね、まあ、今回は、2020年ボールゲーム展望ジャパン X ボール編ということで、社会人リーグの、X リーグの決勝戦の、ジャパン X ボールの展望について話していきたいと思います。はい、ということでですね、あの甲子園ボール編でもあのトピックを挙げてたんですけど、今回も同じような形で、トピックを挙げてます、ジャパン X ボールについてということと、まあ、対戦カード注目ポイント、そして得点と勝敗予想ということで、おなじみの流れでいきたいと思います。はい、でまずですね、ジャパン X ボールについてなんですけど、まあ、概要から言うと、アメフトの日本社会人選手権、まあ、今は X リーグ決勝戦と、いうことですね、でやってまして、まあ、実はその X リーグっていうリーグが発足する前は東京スーパーボールっていう名前で、やってたみたいですね。なんかこの時代のこととかってやちんさん知ってはりました？いや知らないですね。たまになんか過去の映像みたいなの出てくるでしょ。はいはいはい、テレビ中継でそれで見るぐらいですよね。そうですよね。なんか実はこの辺のことはあんまり知らないんですけど、まあなんか今はその東京スーパーボールを引き継いでジャパン X ボールになっていて、まあ、略して JXB って言われることも多いですよね。ということで、そのジャパン X ボールについてを見ていきたいと思うんですが、まあ、対戦カードについてなんですけど、こちらもですね、甲子園と同じような形で、去年までの数字を出してます。はい、なんか見てみてどうですかね、これ。上位3強と言われてますけど、そんな風でもないですよね、回数で言ったら。そうですね、うん、あのオービック、パンセク、富士通ってあの今は3強みたいなことで言われてますけど、まあ、過去の歴史から紐解いていくと、アサヒビールとかね、あの現在野島になってますけど、オンワードとか、あと、まあ、カジマ現リクシルとか、この辺も結構ね、数字的には残ってます、ね、出場回数はね、そう多いですね。うん、うん、まあ、ただここ数年はやっぱりこの上位3チームっていう、それこそ僕らがね見出してから2010年代は大体この3チームですよね。そうですよね、うん、うん、っていうところで、まあ今年はこのオービックと富士通の、2チームの対戦、オービックシーガルズと富士通フロンティアーズの2チームの対戦なんですけど、富士通今年で8年連続出場らしいですよ。あーすごいねすごいですよね、ちょっと、うん、いざね思い返すと確かにずっと出てるなって感じなんですけど、で今年は前人未到の5連覇を狙ってますね、うん、でオービックの方は あの最多優勝記録を持ってますけど、まあ実はオービックシーガーズが4連覇っていうのを最初に経験したチームで、富士通がまあ昨年それに並んだみたいな感じなんですよね。はいはい、どうですかねこの数字うーんね、これに関してはいろいろいいってことあると思うんですよ、みんなまあね、まああの選手がね、うん、みんなこの2チームに行っちゃうとかね、いい選手が、うんうん、でまあね、パナソニックがねちょっと何かが足らないのかしらけど、あと一歩届かないところがねあったり、ね、なかなかね、そうですね、三強と言われつつもやっぱり優勝経験でいうと最近パナソニックはねそんなに勝ててないですもんね、うん、そうですよね、特にこの2チームにねやられていますからね。そうですよね、ちょっと恐ろしい強さですよねやっぱりこの2チームは、うん、まあまあなんかそういうこうなんやろ、いろんなねやっぱり社会人 X リーグファンとしては他のチームも頑張ってほしいなみたいなこともね、それは実際のところあるんですけど、やっぱりでもこれだけ勝ってるっていうことには理由がやっぱりあるっていうところでですね、まああの先日僕野島相模原ライズの城ヶ滝ヘッドコーチとちょっとお話しさせていただく機会があったんですけど、まあ、やっぱり富士通の強さって別にこう選手の力とかでいうと結構拮抗してて、あの他のチームにも勝てるチャンスあるらしいんですけど、
あのどんな場面でもあの結構落ち着いて富士通がプレーしてくると。でまあその理由としてはずっとこれ8年連続ジャパンエクスボール行ってて、でまあ都市によってはライスボールまで行ってるから、いろんな経験をしてる分動じないらしいですね。まあ、なんか堂々としたもんですよね。ある意味そういう感覚とかもね同じかもしれないですね。そうですね、やっぱりだからそれだけ勝ってるチームってね、さらに良くなっていくというか、まあ、しっかり基礎をねできてるっていうのもありますよね。はい、ということで対戦カードについてトピックスなんですけど、まあ、実はジャパンエクスボールでこの2チームは4回対戦してまして、実はオービックの方が3勝で富士通は1勝ということで、あのジャパンエクスボールではオービックの方が勝ってるんですよね。で、実は、なんですけど2014年以降富士通がオービックに9連勝をしてるんですね。これもでもちょっと意外じゃないですか。そう、なんかねちょろちょろと勝ってるイメージあるんだけど、うんうん、数字にしたらね、なんかすごい数やなと思いますよね。そうですよね、まあなんか結構接戦ですしね、いつもね。うん、ちょっと数字調べてみて。去年でしたっけね、キックブロックされたりとか。あ、そうですそうです。まあ実は去年あの第7節であの戦ったんですけど、試合最後のプレーオービックがフィールドゴールのキックを決めてたら勝つっていうゲームだったんですよね。それがブロックね、富士通がブロックして勝つって、やっぱりキックの勝負になるとこういうこともありますよね、うん、っていうこの数字ですね。結構だから今のところちょっと富士通がね、あの数的にはここ数年はやっぱり強いなって感じですよね。だからこの JXB のオービックス3勝っていうのもこの9連勝の以前っていう話だもんね。あ、そうですそうです。で、まあ、特にそのさっき言ってた2010年から2013年の、まあ、連覇してる時期とかにも、オービックがね連覇してる時期とかにも当たってるんで、まあまあそういう意味ではあの結構最近はやっぱりここ5年ぐらいは富士通のダイナスティーって言って王朝みたいな感じですよね。点が取ってますね。ね、っていうところで、まあまあ大注目の一戦ですね、そういう意味でも。で、今期の対戦成績もここに書いてみたんですけど、あの富士通の方は、まあ、軒並み、30点以上、まあもしくは40点台上げていて、でまあ IBM 戦は結構ね接戦になってましたよね。そうでしたね。うん。まあなんですけど。後半やっぱり突き放してみたいなところもあって、やっぱり強いなみたいなところで、でまあオービックの方がね、あのちょっと組み合わせの問題とかもあって2試合しかやってないんですけど、まあパナソニック戦がすごい試合だったんですけどね、これね。でしたね。うん、はい。まあまあ最後の最後にあのパナソニックのファンブルをしっかりリカバーしてあの勝つみたいな、ちょっとこれも劇的な試合だったんですけど、はい、まあまあ両チーム得点力あるなっていうね数字ですね、これもね。そうですね、うん、っていうところで、ではまあ注目ポイントに移っていきたいんですけど、この2チームね、アメリカ人クォーターバックですよね、両チームね。そうですね、うん、っていうところで、まあまあ富士通のバードソン選手、そして、オービックのロックレイ選手っていうところ、この2人あの冷静なね、結構2人ともパスを投げるので、あんまりこう試合を崩さないというか丁寧にあの作っていく印象もあるんですけど、ロックレー選手は今年移籍をしてきたんですよね。そうですね、栃木相模原ライズから移籍ですね。はい、まあなんか実は野島に入る前にオービックでもトライアウト受けてた経験もあるそうで、まあまあなんかそんなこともあって巡ってきてまたオービックにみたいなことらしいんですけどね。あ、で、実はあの今写真出してますけど、写真はあの NFL の民衆マニアでもおなじみの、直人さんからあの提供していただいたものも一部使用させていただいております。
ありがとうございます。ありがとうございます、ね、写真がやっぱり映えるので嬉しいですね。ね、というような、まあ、まずはそのクォーターバックですね。でちょっとあの僕これ注目で挙げときたいんですけど、あの今この写真でバードソン選手が片手でボール持ってるじゃないですか、はいはい、でこれあのボールをいつでもこう投げれるような状態で走り出すからこういう持ち方をしてて、ある意味だから走るかと思いきや投げるみたいなこともあったりするんですけど、はい、まあ、ただこれ結構諸刃の剣なところがあってですね、こういう持ち方のまま走るもんなんで、はたかれて落とすケースも意外とアメリカ人クォーターバックあるなって個人的には思ってて、はいはい、でまあ、なのでロックレー選手これね写真ではしっかり持ってますけど、ロックレー選手もおそらく積極的に投げようっていう意思もあると思うんで、まあ、ちょっとそういうようなシチュエーションでですね、ディフェンスがボールを狙いに行くっていうのは、一つあるかなと思うので、あの両チームのクォーターバックがボールを落とさないようにですねしっかりキープして走れるかっていうのを一つポイントで挙げておきたいと思います。で続いて、の注目ポイントなんですけど、まあ、多彩なランニングバックっていうところ、これも注目ですかね。そうですね、まあまあ結構タレント揃いですよねここ、まあ、富士通はねこの写真出てますけども、サマジーとニクソンがねすごいですからね。いやちょっと異次元ですよね、この2人って、ね、抜けたら止められないですからね。そうですね、で特にこのサマージー・グラント選手ってなんかねこうステップがちょっと独特というか、あの後ろに下がったりもしますもんね、うん、でもなんかかわしてかわしてみたいな。まあでも今年はだいぶどのチームも対策して止めてましたかね、だいぶね。そんな感じに見えますね。まあ、なのでまあこの2人もだいぶ攻略をされてる部分もあるかなと思うんですけど、まあまあそれをさらに上回れるのかっていうところですよね。はい、はい、一方のオービック・シーガルズランニングバックはどうですかね。そのリー・タック選手ですよね、この人のランすごいですね。リー選手すごいですよ ね、この人も抜けたら止められないですよね。そうですよね、なんか結構そのなんていうか力強いね、走りをここで写真出てるようにこう引っ張っていくというか、ディフェンスの選手触られても引っ張っていくっていうのもあるし、抜けたらもう一気に独走やしみたいなね。ですよね。リー選手はまああのもともとパイロットを志望していたけどね、あのやっぱりアメフトのことがっていうことで、あのパイロット志望をやめて今 NFL にも挑戦されてますよね。そうですよね。まあ、そんなスーパーなランニングバックです。それから望月選手もね、結構この人力強いランナーですよね。ゴリゴリいきますよね望月選手ね。まあなんかゴール前とかで結構持つイメージがあります、ね、ですよね、うん、この人学生時代から大きかったですよね。あ、そうですね、望月選手関学出身で、あの僕もリアルタイムであの見てましたけど、まあ、なんかサイズランニングバックのサイズじゃねえなみたいなぐらいのこうゴリゴリなんで、うん、だいぶベテランになりましたけどまだ衰えないですね。ですよね。うん、ね、他の多分このグラント、ニクソン、リーっていう3人よりもこうベテランな分ちょっと上手いね走り方もみたいですね。そうですね、はい、まあちょっと今載せてないですけど、主将をオービックの主将チムラ選手もランニングバックっていうところで、結構この多彩な、ね、ランニングバック見ていただきたいと思いますね。はい、はい、続いてなんですけど、まあ、攻守とも日本代表レベルのライン戦、これも注目ですね。はい、でまあここに写真出してますけど、結構ね、もう日本代表富士通なんか特にこのまんま日本代表になるメンバーが、うん、見てますもんね。っていうので、まあ、富士通の一番の強さはこのラインってよく言われてるんですけど、はい、まあまあランするにしてもパスするにしても、この人たちが時間をね作ったりとかしっかり前に押してくれたりとかするんで、
十分時間が取れてるんですけど、まあ実はオービックシーガルズもですね結構ラインは強くて、でオフェンスでいうと今年庄島選手っていうアメリカで、はいはい、プレーされた方も入りましたね、はい、っていうところで、まあリーダーシップもあるということで、オフェンスラインも注目ですし、あとねちょっとレッツハドル的に注目しておきたい選手が、いまして、今ここに出してる特に31番の三井選手注目ですね。前節ちょっと怪我はされたんですけど、JXB には出ますということでおっしゃってたので、はい、ちょっとご縁があってね、すいません、スタイクスクさせていただいてるんですけども、そうですね、まあちょっとしたことからのつながりがね、はい、あってということで、まあまあ堅実なこうプレーをされて、で勝負どころではね積極的にクォーターバックにヒットしに行くタイプの、非常にこうスタミナのある選手なので注目ですね。でそして、23番 BJ 選手、結構ねハードなプレーをされる、イメージもありますけど、最近ちょっとねSNS とかでもよく登場されてますよね。あ、そうなんですか。はい、そうなんですよ。結構BJ 選手の話をツイートしたりとかするとすぐいいねをしてくれます。おサービスするということでそうそう、なんかフィールドの上ではねすごくこう激しいプレーをされるので、そういうこう激しいイメージは僕は強かったんですけど、フィールドの外では結構そういう真摯な一面もあって、お子さんのね写真とかをインスタに載せてたりとか結構可愛い部分もあるので、そういう意味でも注目というかファンが増えそうな選手なんですけど、まあまあ BJ 選手がバードソン選手とか、あるいはグラント、ニクソンっていうこのメインの選手たちを捉えるような展開になれば、オービックがかなり優勢というような、風に思ってもいいんじゃないかなと思ってますね、はい、っていうところで、まあ、ライン戦も注目ですね。で続いてちょっとあえてレッツハドル一押しって書いてるんですけど、キッキングのゲームも注目ですね、はい、まあ両チーム、素晴らしいキッカーが、いてですね、まあ富士通には西村選手っていう、こう結構ねもう僕外してる絵が全然思い浮かばないぐらい西村選手は確実に40ヤード台50ヤード台も、フィールドゴールのキック決めてる印象あるんですけど、確実なキッカーいますね。そうですね、うん、結構ベテランですよね。結構ベテランですね。結構だからもうそれこそ連覇に貢献してる一人のね選手の一人ですよね、まあ、そしてオービックシーガルズには我らが山崎武尊選手もいますから ね爽やかな笑顔の写真が今ありますけど、はい、これも直人さんがバッチリ押さえてきてくれてました。オービックはキッカーが3人いらっしゃるので、どういう風にね使い分けるかっていうのもありますよね。そうですね、長尾選手、星野選手という素晴らしいキッカーがいて、で山崎選手もいるっていう、結構充実してますね。そうですよね、まあ、山崎選手にちょっとお話伺ったら、まあ、今年はちょっとコンディションが実はあんまりこう良くなかったらしいんですけど、その中で結構今頑張って整えてきて、こういう最高の舞台に立てるっていうことになって、すごくこうここの試合にそっかけてる思いがある様子だったので楽しみですね。まあ実は僕2017年にジャパン X ボールの、ライブビューイングを開催したことがあるんですけど、はいはいはい、その時に初めて当時エレコム神戸ファイニーズ所属の山崎選手が、来てくれて初めてお会いしたんですよね。でそこでジャパン X ボールの解説を山崎選手にちょっとしてもらって、であの舞台に立ちますということで最後宣言されたんですけど、ついにそれが叶うという。そうですね、結構感慨深いですね。そういう意味ではちょっとテレビの前で僕はかぶりついてみたいと思います、ね、インタビュー動画とかもね撮らせていただいたので、そっちもぜひ試合前に皆さん見ていただけたらと思います、
ここ女性ファンの方に向けてというか、ぜひ周りの方々に試合を見てほしいという時に注目してほしいんですけど、実はこの両チームイケメン選手たちもいましてですね、今ここに出してるんですけど、まあ、オービックシーガーズでいうとブロンソン・ビーティー選手って言って、実はさっき紹介した BJ 選手の、弟さんですよね、すごくイケメンな、守備の選手がいてます。ブロンソン選手プレーも素晴らしいですよね。そうですよね、うん、なんかカバー範囲がめちゃくちゃ広い選手で、で実はゲームも強いっていうね、やってますね、マッテン大会ねね、ステイホームトーナメントってマッテンっていうゲームのね、アメフトゲームの大会でもすごく強かったっていうところで、まあまあそんなブロンソン選手がいてるのと、富士通では81番の中村クラーク選手っていうレシーバーの、選手も結構注目ですね。そうですね、うん、この人も結構ベテランですよね。そうですね、で多分ジャパンエクスボールとかライスボールでも賞を取られるぐらい活躍もされてるだと思うので、スピードがねすごいあるんですよねこの選手。まあ、なのでロングパスとかをこうキャッチするシーンが、あると思うんですけど、まあ、ヘルメットを取る瞬間にも注目をしてもらってですね、はい、ぜひ周囲の方々にも一緒に見てもらえたらと思いますね、はい、ここでいろんな選手フォーカスしてきたんですけど、まあまあおなじみの最後に得点と勝敗の予想をしたいと思うんですけど、まずヒデボーからいきたいと思います。でん、富士通34対オービック37でオービックシーガルズの勝利を今回は予想しております。まあ、まず間違いなくやっぱり点を取り合うような、展開にはなるかなと思ってまして、まあ、まあ30点以上絶対いくなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、その中でですね、こういう試合なんでやっぱりキックが勝負を分ける、まあまあ最後に決勝フィールドゴールをそれこそ決めたら勝つみたいな展開も待ってるんじゃないかなということと、まあ、下手したら、延長戦みたいな形もあるのかなというところで、ちょっと積み上がってこういう結果かなというところで、思ってますね、はい、ではやっちんさん、はい、予想いかがでしょうか。はい、富士通31点、オービック34点、オービックの勝ちの予想ですね。これも30点以上って感じですね、はい、いやもう根拠全く同じですねどんな何本キックを決めるか外すかぐらいの差かなっていうふうに思ってますね。もう絶対この2チームで接戦になりますもんね。 でまあ今年の感じを見てると点数がね積み上がりそうな、おそらく3時間超えそうな試合になるんちゃいますかねねえ、結構平日の夜で大変やとは思うんですけどねえ、なんかトリプル A のライブかなんかとかぶってたんですよね、うん、確か月曜がということで、まあ火曜日の熱戦になるんですけど、まあ、皆さん注目してもらえたらと思います。はい、ということで、試合の方は12月15日の火曜日に、東京ドームでですね19時キックオフになってまして、これもちょっと概要を見てみる と、チケットは事前購入が必須になっていて、まあ、当日でもオンライン販売があるそうなんですけど、会場ではチケット売らないみたいなので、ちょっと概要とかですね公式のページを見てもらって、行かれる方は注意してもらえたらと思います。でこれも NHKBS で19時から生中継、ここのところ、毎年やってくれてますよね。そうですね、はい、ということで、ちょっと僕は仕事の兼ね合いとかね、ちょっと県をまたいで移動が難しいのもあるので、この中継にかぶりつきたいと思ってますはい帰ってこれるかなというところで、この日はそうですね、19時がねちょっとなかなかね、うん、できたら土日にしてほしいみたいな話も
ね、ありますけど。できたら甲子園ボールとセットでやってほしいんですけどね。ああ、それもありですね。同じ日にね。同じ日にね。もうその日ちょっと爆発しそうなぐらいテンションがありそうですけどね。そうなると。でもそれからね、こう全体でね、盛り上げてほしいですよね。そうですね。だからもう一体となってね、あのアメフトを盛り上げようみたいなね風になっていくといいですよね。まあ中継のことで言うと、あのいつも解説をされてた、オービックの古性コーチが今年はついに下に降りるっていうことになりましたね。毎年ね、古性さん有馬さん同期のコンビでねやってたんですけどね。ね、あの古性さんがついにコーチとしてまた戻ってきたので、この舞台に、はい、あのそのあたりコーチ対決も注目ですね。はい、はい、ということで、ジャパン X ボールの特集でした、はい、皆さん注目してください。ありがとうございました。ありがとうございました。